今日はですね、ちょっと動画にするかわかんないんですけど、とりあえず回します。動画になってればサムネとタイトルを見ていただいた通り、神野大地くんと一緒に距離走20キロをやっていこうと思います。めちゃめちゃ朝早くて、4時半起きで今駒沢公園に向かっているので、全然頭が回らない中、何喋ってるかちょっとわかんない状態。挨拶をしていませんでした。どうしようかな。刻んでいこうぜ。あいしはい、ということで、朝の5時50分でございます。全然頭が回らず、面白い挨拶を皆さんに届けられず、申し訳ない中、しょうもない挨拶でした。あいし今日はですね、20キロやっていこうと思います。ただの20キロじゃなくて、まあ、10月入ってから距離を踏むことを意識して、この1週間やってまいりました。まあ、今日10月10日なんですけども、この辺に、今週何やってたかっていうのを載ってるんですけど、まあ、今日コンプリートすると、まあ、1週間で100キロ踏んだことになるんですけども、今度現役ぶりというか9年ぶりの快挙になります。今までね、フルマラソン2時間48分を目指してやってきたわけですけども、約2年間達成できてないわけですけども、フルマラソン前も僕月150キロとかしか今まで踏んでなくて、本当にいよいよね、それじゃ達成できないっていうことをね、5回目にして気づくという、これ言ったらフルマラソンなめんなって怒られちゃうかもしれないんですけど、今回のフルマラソンに向けて10月は距離を踏む期間、土台を作る期間として今やってるわけでございます。今日はね、神野くんもいるということで、ちょっと早めのペースで、タイムというかタイムの質にもこだわって、最後の1週間を締めくくりで終わらせるという、まあ、そういった感じになってます。武田の方がね、寝坊しまして、走ってる映像がね、どうなるかわかんないんですけども、まあ、とりあえず今日どんな感じか回していけたら、まあ、動画になってると思うので、しっかり走っていこうと思います。刻んでいこうぜ。ベイパー、いや、ベイパーぐらいで。お、三日です。あ、はい、三日です。1日2日三日です。朝早い、眠いスペシャル、スペシャルゲスト、これはよしきさんの YouTube です。はい、ちょっと今日は距離走、やってみよう。刻んでいこうぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やべえ、めっちゃギリギリだった。めっちゃ粘ってた。最初の5キロでもうやばいって。でもこれで1週間で100キロ踏んだ。疲労状態でしっかり今日やりきって。いや、もうめちゃめちゃ収穫です。もう2時間15分。もう硬い。これは硬いですよ。いや、何回かで裏切ってるから。時間45切れる、もう練習は十分できるね。今日はみんなレースベースで走ったってことは、僕がキロ3で20キロ今日やったみたいな。そう的には次はなんかあるの？僕は劇坂王です。劇坂王、森と言ったら神の大事です、はい、YouTube にある。え、いつも分かる。いや、どっちかなって概要欄に大事君の URL とあと3日の結束を貼って、はい、チェックしてください。この3人も次出るフルマラソンビヨンドに多分顔を合わせることになる。神さんもプロデューサー、はい、ペースメーカー、ペースもやるのと、あとね、焼き鳥もやるね。そう、焼き鳥やるんで言ってたね。焼き鳥、でももう寝たら結
構そのやつ持ってる。天陽橋層みたいな。なんで結構ランの方が天陽橋層みたいな。まあでもまだちょっとあるみたいなんで、概要欄に応募フォーム貼っとくんで、こちらの方に。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。